ある夏の日の話をしようと思う。その日は前々から行くつもりだった近場の神社を訪ねた。俺は少々オカルトな趣味があり、変な話や不思議なもの等が大好物だった。この日も知人から聞いた神社に行ったのだった。知人の話だと、何でもその神社、大量の人形が安置されているらしかった。俗に言う人形寺と似たようなものか。だが有名な神社ではなく、報道番組で取り上げられたことなどは全くない、そんな場所だった。近場といっても車で1時間半かかった。途中山道に入り、ガタガタ揺れる車内で一人目的地に思いを馳せていた。神社に着き、車を止めて階段を上った。結構長い階段で、日頃の運動不足からか息を荒げながら妙な高揚感に包まれていた。階段が長ければ長いほどに楽しみが増す気がした。段差で切れていた景色からついに神社が顔を現す。立派な鳥居をくぐり、眼前に神社を捉えた瞬間、妙な耳鳴りがした。正直こんな気分になったのは初めてだった。自慢じゃないが、俺には霊感なんてものは無縁の沙汰だ。だがその感覚は本物で、臆するどころか逆にやる気が湧いてきた。何のやる気かは知らないが、早速境内を見回す。立派な神社だ。結構広いし、作りも綺麗だ。だがやはりそこには普通じゃない光景が広がっていた。人形、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 人形。神社に納められた人形たちは収まりきらずに床下まで浸食している。いくつもの目に見られるような突き刺す視線を感じた。それだけ圧巻だった。あまりに非現実的な光景にしばらく心を奪われる暇はなかった。正面の大きな建物、おそらく本殿だろう。そこから袴姿の人間が慌てた様子で出てきた。一人隣の建物に走っていった。何かあったか。不謹慎にもラッキーと心の中でつぶやき、人形が安置されてる方の袴の男が入っていった建物に駆け寄った。すると本殿からまた人が二人バタバタと出てきた。一人を捕まえ、何があったか尋ねてみた。忙しいから後にしてください。男はそれだけ言うと、またバタバタと人形の中に消えていった。一体何なんだ。釈然としない面持ちで佇んでいると、本殿からこれまでとは違う清掃とでも言うのだろうか、そんな格好の神主と思われる人物が出てきて、俺に声をかけてきた。人形を納めに参られたのかな。俺は、いえ、ただ参拝しに来ただけです、と答えた。すると神主らしき人は諭すように、なら帰りなさい、悪いことは言わない、今日は都合が悪い、また出直してきなさい、と静かに言った。何かあったんですか。思い切って尋ねてみたが、神主は、関わらない方がいい、とだけ言い残し本殿に帰っていった。引っ越しみたいに想像しい中に、自分はすごく場違いな気がした。どうせ人形は逃げない。ここは神主の言う通り、改めて出直すかと思い帰ろうとした時、ゾロゾロとさっきの3人プラス2人、最初から建物の中にいたのかが出てきた。棺のような大きな箱を抱えている。奇妙な一行は本殿の裏に消え、後から神主も出てきて、またもや裏に消えていった。ふと気づけば、自然と本殿の方に歩みを進めている自分がいた。渓谷に対する恐怖心よりも好奇心が勝っていた。ここまで来たら見るしかない。本殿の脇の道を進んでいく。道は木が生い茂り、薄暗く苔がむしている。
少し進むと前方が開けた広場のような場所に出た。神主たちは慌ただしく何やらキャンプファイヤーの木組みのようなものを四方に作っていた。真ん中には九段の箱が一番頑丈そうな木組みの上に置いてある。神主と目が合った。怒られるかと思ったが別段気にも留めない様子で作業を続けていた。なんだか許可をもらった気になったので木陰から広場に踏み出した。何が始まるのだろうか。期待と不安でそわそわしながら事の成り行きを見守っていると視界に人が映った。神主でも袴姿でもない普通のじいさんだ。俺の右20メーターくらいのところに立ち、俺と同じように神主たちを見ていた。俺はおじいさんに近づき話しかけた。すいません、今から何かあるんですか。人形焼きだよ。おじいさんは気さくに答えてくれた。今から人形を焼いて供養するのさ。人形焼きですか。予想はしてたが当たりだ。今日来て正解だった。面白いものが見れそうだ。それにしてもなんでこんな時期に。俺はてっきりこういうのは年末とかの締めにやるものだと思っていた。だが今日は特に特別な日でもない。いつも見に来るんですか。おじいさんに尋ねた。いつも人形焼きがあるわけじゃないからね。いつもはこんな時期にはしないし、こんなに大きな人形を焼くのも初めてだ。少し間を置いておじいさんが答えた。今日は特別なんだ。もう一歩踏み込んでみる。特別って何かあったんですか。俺の問いかけに初めて少しだが表情が曇った。地雷を踏んだかと思ったが、じいさんはしばらく考えた後に口を開いた。信じられん話かもしれんが、そういう話なら大歓迎である。実はな、あの人形はもともと本殿の脇にある倉庫に厳重に保管されとったものだ。だがしかし今日の早朝、3日ぶりに神主が倉庫の点検をした時、あの人形が消えとった。神主と神社の者が総出で探し、日が明るくなった時にやっと見つかった。どこにあったと思う。何なんだ、もったいぶらないでほしいなと思いながらも乗ってやった。どこにあったんですか。明るくなるまで誰も気づかんかった。それもそのはず、人形は誰が乗せたか本殿の屋根の上に置かれていた。これには神社の者も心底驚いた。何せ人形はマネキンだ。成人男性くらいはあるマネキンを高い本殿の上に持っていくのは容易ではない。第一、いたずらにしては手が込んでるし、あんなとこにやる理由がわからん。ともかく考えてても拉致があかんのでマネキンを下ろすことにした。だがはしごを登って下ろす最中にマネキンを抱えた男が足を滑らせ、マネキンと一緒に落下した。男は足を折ったらしく、すぐに病院に運ばれていった。男はしきりに人形が噛んだ、人形に噛まれたと訴えていった。これはいかんと神主が慌てて堅焼きの準備をし、今に至るわけだ。随分詳しいんですね。にわかには信じられない話だったし、完全に疑ってるわけではないが、ちょっと意地悪してみた。毎朝ここを散歩していてね、マネキンを下ろすところからずっと見ていた。なるほど。おじいさんの話を聞いているうちに準備は着々と進み、さあ火をつけようかといった感じだった。神主さんが突然掛け声をかけた。それに続いて袴姿の男たちも一斉に呪文、お経のようなものを唱えながら火を放ち、箱を囲んだ。よく見ると箱は針金のようなものでぐるぐると巻かれていた。
人目の袴男が箱の四隅の木組みに火を灯した。チリチリと煙を上げ、やがてゴーゴーと燃え出した。それに続いて二人目、三人目と、とうとう箱を除くすべての木組みに火が灯り、激しい火柱を作った。50から60メーターだろうか、結構離れているこちらにまで熱気が伝わるようだった。最後は神主さんが真ん中の木組みに松明を投げるような感じで火をつけた。4本の木組みの中には木の葉が入れてあり、白い煙を上げていたのだが、真ん中の箱のあたりからは黒い煙がもくもくと湧き上がっていた。ん？俺は思わず鼻をつまんだ。いつの間にか今まで嗅いだこともないような獣のような異臭があたりに立ち込めていた。神主たちの声が一層大きくなった気がした。次の瞬間、ジョエジョエジョエと声にならない叫び声というか、今まで聞いたこともない悲鳴が広場の静寂を引き裂いた。と同時に箱がガタガタと激しく揺れ出した。情けない話だが、正直俺は腰を抜かしそうだった。走って逃げようかとも思ったが、足が動かない。完全にすくんでしまったようだった。箱はバンバンと内側から叩かれて炎に包まれている。ひょっとして人殺しなんじゃとも思った。凄惨な光景だった。火はゴーゴーと燃え、箱はガタガタと揺れ、神主たちは声を上げ、悲鳴はやがて言葉に変わっていた。出せ、ここから出せ、返せ、返せ。喋ってる？まさか人間？いや、そんなはずはない。第一、あの状況下で人間が喋れるのか。最初は返せだと思っていたが、後から違うと気づいた。返せ、返せ、俺を妻と子供のところに返せ。箱は依然ガタガタと揺れ、バンバン叩かれている。お前は丸々ではない。男の名前、神主が突然怒鳴った。お前は人形だ、人形なんだ、あるべき姿に戻れ。そう言うとまたも神主は呪文を唱え始めた。違う、俺は丸々だ、返せ。箱は一層揺れ出し、橋の蓋が焼け落ち、というより弾け飛んだ。そこから焼けただれた手が生えて暴れていた。すると突然火が弱まり、消えてしまうのではと思うくらいに頼りなくなった。神主は振り向くと置いてあった桶を持ってきた。桶の中には水のようなものが入っていたが、すぐに酒だと思った。というのも獣の匂いに混ざって、さっきから酒の匂いが漂っていたのだ。神主は酒を尺で拾うと、すくうと箱にかけ始めた。おいおい、いくらアルコールだと言ってもどう見たって日本酒だぞ。気化しにくく発火性も低い日本酒をかけてもとどめを刺すだけだ。と思ったが、予想に反して火は驚くほどに燃え上がった。じゃあいい、おのれ、妻と子供に合わせろ、返せ、俺を返せ。お前は丸々ではない人形だ、お前はお前に帰るんだ。そう言うと神主は懐から手鏡を取り出し箱に投げ入れた。そして周りの木組みを袴姿の男たちが中心に向かって倒し始めた。最後に神主は桶を担ぐと残りの酒を全部ぶっかけた。炎はこれまでより竹々しく燃え上がり、巨大な火柱となった。ジョエ、それが最後だった。それからは叫び声がすることも、箱が揺れることもなかった。気づけば俺は汗だくになっていた。神主たちは火がくすぶるまで呪文を唱えていた。目の前で起こった出来事を否定したい自分がいた。俺は確実に昨日までの俺とは違うだろう。日常を一歩踏み外した。ただそれだけなのに、見える世界は色を変えていた。その後、神主が俺に歩み寄ってきた。俺は変に身構えることもなく神主の話を聞いた。一応払ってあげるからついてきなさい。俺は神主を追って本殿に入った。じいさんは神主と先を歩きながら何やら喋っていた。どうやら顔なじみのようだ。本殿で二人は簡単なお祓いを受けた。その後、
呆然自失というかふぬけた感じだった俺に神主さんが詳しい事情を話してくれたから少しすっきりした気がした。あの人形はね、長い間人として暮らしてきたんだよ。あのマネキンを連れてきたおばあさんが言うには自分の娘が大事にしていたそうだ。娘と孫は事故に遭って死んでしまったけど、あのマネキンだけは無傷だった。おばあさんは遺品だけど気味が悪くて仕方なくここに持ってきたんだよ。事故に遭った時も車に乗せてたくらいだからきっと相当大事にされていたんだろう。あまりに感情移入すると次第に人間は人形が生きていると勘違いしてくるものなんだ。この後の言葉は今でも頭から離れない。人形も同じだ。あまりに大事にしすぎると自分が人間だと勘違いしてしまうんだよ。なぜなら彼らも生きているのだから。忘れた時を取り戻すようにセミが鳴き出した。ある夏の日の出来事だった。